今回はケンリックサウンドにて組み上げる JBL075 や2405、2405H や24076などですね、リングラジエーター型のついた、これの音がなぜいいのかということに、迫りたいと思いますけれども、標準で用意されているダイヤフラム、JBL のダイヤフラムを、組み上げて、まあ、ギャップ清掃、そのマグネットのですね、ギャップの清掃を行ってダイヤフラムを組むっていう場合もそうなんですけれども、さらに踏み込んで、当社オリジナルのですね、ダイヤフラムを組み入れたこの0752405の音は抜群に優れていて、高域の伸びもそうですけど、低域の方までかなりストレスなくですね、音が出ます。それは直近のビデオのですね、4301カスタム075との 2way の音を聞いていただくとよくわかると思うんですけれども、低いところでクロスオーバーさせていても、低域ウーファーとですね、よくつながって、その透明感と、伸びが抜群に優れているということですけれども、違いはいくつかあります。これがまず JBL の純正のですね、ダイヤフラム、初期のものとそれから後期のものといろいろいくつかパターンがあるんですけれども、大まかにですね、サイズ構造っていうのは基本的に変わりません。これ純アルミのですね、ダイヤフラムに対してアルマイトの、フレームが接着されています。厚みは 0.85 ミリで、重さは 6.1 グラムですね。対するこちら当社オリジナルの製作しているダイヤフラムですけれども、アルミのダイヤフラムに、真鍮のですねフレームを接着してます。厚みは、JBL 純正の 0.85 ミリに対して、厚みっていうのはここですね、フレームの厚みのところ、1.46ミリあります。そして重さはなんと22.9グラムあります。かなり重たいです。で、なぜこのように、厚みがまずそもそも違うのかということですけれども、ダイヤフラムがこのマグネットのですね、よくプレートに、入るときに、ボイスコイルのですね、センターが実はその JBL 純正は、プレートに対してセンターを捉えてはいないんです。ずれてるわけですね。ですから最もその磁気エネルギーが集中するところに、ボイスコイルが来てない。もっとこう、上げたいわけですね。下がっている。それで厚みを増してですね、ちょうどいいポジションに来るようにこう設計工夫しているっていうことがまず1点。それから、この内側のですね、保持するプレートが、センターイコライザーが、こうホールドした際に、押し付けすぎている。それによって音がですね、ちょっとストレスがかかっている状況で、ピークが立つっていうかですね、非常に癖が出るっていうのがどうしても、標準的な音の、問題点なんですけれども、後ほどその音がどのように違うのかということで比較はしますけれども、この厚みがですね、1.46ミリある当社のオリジナルダイヤフラムをマグネットに組み入れる際は、こうしたシリコン製のですね、ガスケットのリングをこうやって間に入れて密閉性を高めるわけなんです。で、このダイヤフラムをですね、製造する際はどういうふうに作るかというと、これが製作するときのジグなんですけれども、ここへこのようにですね、ベースとなる下部の、リングを入れる。で、JBL の場合はですね、プレートそのものに対してダイヤファームのリードがですね、普通にこうサンドイッチされてるんですね。
ですから実はここのプレートの厚みがですね、均一ではなくてリードが出る部分だけちょっと盛り上がってる。ですから、無理にですね、この保温で押さえつけてなんとかつけてるっていうのが実際のところなんですけれども、この部分もですね、きちっとそのフラットを出すために、当社のものはですね、ここに分かると思うんですけども、溝をもともと、作ってるんですね。ここはリードの逃げです。ですからピタッとフラットが出るようになってます。そしてここへこのアルミのですね、ダイヤフラムを入れまして、でトップのリングをこうして組み込みで上から保持するものを入れる。でこれは UV 接着を行います。UV 接着で、紫外線照射をしてですね、接着します。で出来上がったものがですね、こちらですけれども、もともと設計する時にですね、本当の意味でしっかりとセンターを出せるように、ガイドピン、ここにガイドピンがあるわけです。普通はこのダイヤフラムをガイドピンに沿ってスポッと入れる、スポットっていうか、きつめなんですね。実際にはきついのをこうやってグッと入れてはめつける。一応それで音出るんですけども、本来の意味でのセンターはそれでは実は出てないんです。こうして、マージンをですね、十分にとって、このように、少し自在にですね、このダイヤフラム自身を動かすことができるようにした状態で、信号を入れながら、最も伸びやかになる位置っていうのをですね、音を入れながら毎回出してます。でそれは当社オリジナルのダイヤフラムだけではなくて、JBL 純正のダイヤフラムを当社でメンテナンスする際も、このガイドホールは拡張して広げて、ガイドピンに対して十分なクリアランスができるように、そしてこう、動かせるようにしてやります。中には水平が出てないものなんかもありますけれども、そういったものはもう明らかに当社のオリジナルのダイヤフラムに交換してしまった方が音は抜群に優れてます。では、説明そのあたりにして実際に聞いていただくわけですけれども、こちら A の方が JBL のオリジナルの2405、ごく標準的なものですね。そしてこちら B2 は同じ2405ですけれども、当社の今説明したダイヤフラムが入ってます。でどのように音が違うのかっていうのをですね、かけてみます。ダイアナ・パントンのですね、「Fly Me to the Moon」をかけますけれども、初めにその観衆のですね、オーディエンスの拍手の音が入っているんですけれども、そういったところを注目していて、JBL のものとそれから当社のものどう違うのか、ボーカルがな始まるところとかですね、ピアノなんかもそうです。じゃあまず A の、JBL のものから再生します。
まあ、特段問題があるということではなくて、これがごくごく標準的な2405の音ですね。で、次に B、こちら、当社のダイヤフラムを入れた2405の音です。まあ明らかに違うわけなんですけれども、こちら B の方はですね、かなりレベルが高いのと、それから、周波数もですね、低い部分からずっと入ってきていると思います。今、3kHz より上のみ出してまして、まあ3kH より下はカットしてるわけなんですけれども、B のものはですね、もう、まあ2キロぐらいから実際には使えるほどの音が出てます。まあ 4way でこの2405なんかを使う場合は9キロとか、まあ1点、そうですね、11キロとか、それぐらいでもう下カットしてしまうんで、まあなかなか普段気づかれないかもしれないんですけれども、これだけちょっと、まあ圧がかかったというかですね、こう押さえつけられた、抑圧されたような音になってしまっているわけなんです。ですから、2way で、まあ、2キロ、3キロから使う特別な、その、D130 との組み合わせで075を使うっていうような時だけではなくて、この、まあ、7キロから8キロ、9キロ、11キロとかで、下を、まあ、カットしてしまう場合でも明らかに違いが出ます。ディテールが全く違うと思うんですね。まあ、じゃあ再生しながらちょっと途中で、まあ、切り替えてもう一回聞いていただこうと思うんですけども。まあレベルがまず違いますよね。これを押す。で、作業、その防寒の作業もですね、やっぱりちょっときつくなってしまってると思いますね。まあ、これだけレンジの広い再生帯域をこのついただけでも受け持つことが可能であるということはですね、ひいてはそのレンジを狭めてついた領域だけにした時でもやっぱり自然さがですね違うということです。まあ、ちょっと別の曲かけてみますね。まあ、今 JBL のダイヤグラムですね。で、まあ切り替えます。
まあ、ここまでその大胆に違うと、まあ、何かこちらに音を悪くするような要素を働かせてるんじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんけれども、そんなことはなくて、これはもう普通のものですね。まあ、なかなかその、高い位置で、まあ、ローカットしてハイパスしてる場合はそんなに気にならないかもしれませんけれども、こうやって、まあ、低いところからきっちり入れてみるとですね、まあ、どのように違うのかっていうのが分かります。これは同じダイフラム共通で075なんかも使いますので、まあ、2405のみならず075系ですね、このダイフラムに交換するだけでもう抜群に音がいいです。まあ機会あればまたですね、1日ダイフラムの説明も、1日ダイフラムっていうのはそのコンプレッションドライバーですね、の説明もしたいと思います。あちらはですね、ホールドリングといいますか、樹脂製の、まあ、ダイヤフラムをですね、均等にホールドするためのステンレスのですね、ホールドリングというのは当社持ってまして、それでこうピシッと押さえる。で、まあ、あとは、まあ、水平の傾きがよくあるんですね。あれはそこにですね、シムのリングですね、0.1ミリから0.5ミリまでのですね、まあ、シムスペーサーです、いわゆる、を入れて、水平方向のですね、まあ、調整だけじゃなくて、この垂直方向の、湾曲、歪みに対しても調整をして、うちは当社はですね、インストールしているっていうことを、まあ、機会があればまたご紹介したいと思います。では。